はい、こんにちは、トールと申します。水星の魔女第23話を視聴しました。いよいよクライマックスというところで、視聴後の感想を共有してみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。まずは振り返ってのストーリー感想からいきますけど、今回の話がどんなテーマだったのって考えたらですね、これはクワイエットゼロを止めろではなく、プロスペラを止めろというストーリーだったと思います。はい、まあスレッタはエアリアルの前に立ちはだかって、まあ積極的に攻撃するんじゃなくて注意を引いて、その隙にみんながクワイエットゼロに乗り込むというそういう段取りになっていてですね、基本的にスレッタは注意を引きながら戦力を削いで逃げ回るということをしていたと思います。このキャリバーの武器がね、自分結構面白いねって前回言ったらコメントで魔女の宝器みたいなビジュアルって言われていて、まさにそうだなと、思いました。はい、スレッタの動機自身はこれはお母さんを止めたいと、お母さんを悪い魔法使いにしたくないって言っていて、またエリクトのことも家族だからこそ無視できないと、言っていました。家族を意識して命を懸けて、戦っているスレッタでした。結果ですね、まあスレッタが、まあ、エリクトたちを引きつけてくれたことによって、まあ、他のちょっとねバックアップもあったみたいなんですけど、みんながクワイエットゼロに乗り込むことができてですね、全員の力を、結集させたことによってですね、いろんな役割分担もあって、結局はですねクワイエットゼロを乗っ取ることに成功しました。ただですね、それに対してレーザービームが放されると、次回が最終回というね、なかなかの引きだったと思います。でこれクワイエットゼロを制圧したからプロスペラを止めたっていう話ではないんですよね。おそらく多分クワイエットゼロを止めたとしても、プロスペラは魔女のままなんですよ。プロスペラがね、実際魔女になったままそこから取り戻すためにはどうすればいいかっていうのが、最後のレーザーを自分の肉体で受け切ったエリクトじゃないかと思われます。そう、エリクトが消えてしまったらプロスペラは自分の計画を進める必要が、なくなってしまうわけですから、最後の最後でプロスペラを、まあ、呪いから解き放ってくれたのはプロスペラが助けようとしていたエリクトであったという形でオチになっていたのかなと思われますので、最後のエリクトの笑顔っていうのは、プロスペラの気持ちも汲んで、そして、まあ、スレッタの気持ちも汲んだ上でこれでお母さんを解放することができるという、そういう笑顔だったんじゃないでしょうか。そんな形でね、もう全てのキャラクターたちがそれぞれの役割を本当に綺麗に果たした、そんな23話だったんじゃないかと思いますし、最終回またね期待していきたいと思います。皆さんの感想もね気楽にコメントいただければ嬉しいです。ではポイントごとにね気ままに話していきますけど、まずはねトマトのパスワード周りのねミオリネとそのプロスペラのやり取りっていうのが7話のね対になってたのが、面白かったかなと思いました。話としましてはねクワイエットゼロに乗り込んできたことにね気づいたねプロスペラが、まあパスワードを書き換えたわけですよ。結果ですね、まあ銃撃戦なんかはやってはいるんだけど、結局パスワードの、突破できないからこそクワイエットゼロを無力化できない、そういう状況でありました。結果ですね、なんとか時間を稼ぐために、プロスペラに対して、ベルメリアさんが銃を引き金を撃つだとかですね、もう八面六臂の大活躍で飛び回るね、そんな5号だとかですね、なかなかにね活躍はしたんだけど、決定打となったのがミオリネなんですね。はい、結局その権限持ってる人のパスワードでは入り込めない、どうすればいいんだっていう時にミオリネはプログラムの中にお母さんの名前を発見するわけですよ。これがねご丁寧にトマトのマークしてあってですね、はい、そうですね、クワイエットゼロってこの計画自体はもともとミオリネのお母さんが草案を立てたプログラムだったわけですよ。つまり、その中にですねお母さんのパスワードを持ったアカウントが中に入っていたとしてもそれは、おかしくないわけで、そもそもですね、まあ多分デリング側のね息もかかってたと思いますので、このアカウントとして入ることができれば、もしかしたらね、そこに差し込んでですね、はい、乗っ取ることができるかもしれないという切り口だったと思います。個人的にはね、なんかデリングはこのアカウントの存在には気づいとったんだけど、まあ、ちょっと母のことを思って消さずにはいたのかななんてのことを、ちょっと思ったんですけど、ともあれ、このアカウントパスワードがミオリネに対してお母さんが残してくれていたトマトのパスワードだったというところでした。パスワードを打ち込むとですねお母さんからのメッセージが、返ってきたわけですよ。うん、母やり私も愛してるわっていうね、メッセージが返ってきたわけで、これは、ミオリネに対してね、残していた母の愛ですよね。母は強しで強しよみたいなことを、プロスペラが言ってたのと同時にですね、はい、母の愛がここでですね突破口を開いたっていう構成になっていまして、結果プロスペラは敗れることになりました。でここでねこのミオリネが手をかざすところのシーンがすごい気が利いてるんですよね。
これこの時にミオリネ何をしたかっていうとですね、もっとちゃんとスレッタと話し合いなさいって、ね、でもっとそのお互いのことをねちゃんと理解するのよってね、尊重するのよって言ってて、最後にミオリネが言ったのが私たち家族になるんだからって言ってるんですよ。これってその7話でプロスペラとミオリネが出会った時にあのデリング、お父様とあんいつもあんな感じなのみたいなことを言われてですね、あなたに関係ないでしょみたいなことをミオリネが言った時にプロスペラがですね、あら関係なくはないわよって、もしあなたとスレッタが結婚するとしたら私たちは親戚になるんだからみたいなことを言ってるわけですよ。つまりまあ、関係ないでしょって言われたのに対してですね、まあ関係ないこともないんじゃないって、家庭の話やけどね、もし結婚したら親戚になるんだからっていうな、プロスペラに対して今度はミオリネがですね、家庭の話じゃなくて私たちはこれから家族になるのよって、言ったわけですね。私はスレッタと結婚するわっていうね、そういう意味合いにはなっていてですね、この家庭の話から来たのをですね、こう未来の話でね、しっかりと返して、そして、まあ、かつて差し出された手をね、嫌な握手でしたねこれね、7話ね思い出すんですけど、はい、手をかざすミオリネっていうところをねすごく綺麗に、はまっていたかなというふうに思います。家族といえば、まあ兄弟喧嘩も家族のねやり取りではあるんですけど、この戦いはね、あのバトルは派手なのよね。特にこのシュバルゼッテっていうモビルスーツがめちゃくちゃねかっこよくて、なんか光を集約させて、剣みたいに使っていてね、かなり強かったんですけど、まあ内容としましては兄弟の意識のすれ違いですね、お互い相手に対する思いがすごく強くて、特にラウダにとっては、グエルと出会った時のねことがずっと輝いていてですね、そのことを強く思っていたと。でもラウダ自身もですね、はい、やっぱり自分も兄さんと肩を並べたい気持ちがずっとあったんだけど、そこにはずっとね、入り込めなかった、兄さんと対等になれてなかった。だからラウダ言うわけですよ、このガンダムなら兄さんと並べるって言ってるんですよね。兄さんを超えるとか兄さんに勝てるとかそういうことじゃなくて、ラウダの願いって兄さんと肩を並べることだったわけですよ、対等になりたかったわけですね。対して、まあ、そのグエルはグエルで、自分が父を殺したことを、まあ、ラウダに告げる勇気はまだなかったって。ここはグエル自身の持っていた、弱さであってですね、お互い相手に対する思いとともにそれぞれの弱さを持ってる形でのね、兄弟喧嘩だったわけですよ。だからこそね、兄弟喧嘩で死ぬなんてバカバカしいよっていうね、フェルシーの一言に尽きるわけで。いや、これフェルシーさんの株爆上がりじゃないですかこれ。ここで冷水かけてくれる存在って大事だし、そしてこのポジションをフェルシーがやるって最高ですよね。だってフェルシーって1話の時からずっとグエルとラウダのことを見続けてきたわけですから、まあ、冷水ぶっかけるにはこの人以外のね、適任者はいないわけですよ。はい、いやフェルシー株をね買い続けてきてよかったですね。惑星間レーザーとこの後の戦いについてもちょっと見ていきたいと思います。まあ技術的なことはちょっと僕はわからないんですけど、とりあえずですね、宇宙議会連合の切り札みたいな武器ですね、はい、大きなレーザーでですね一体を吹き飛ばせるほどの力を持っている、そういったものがベネリットグループと、まあ、クワイトゼロに向けて今回は放たれました。これはもう完全に宇宙議会連合が、もうベネリットグループが強くなりすぎたからこそ亡き者にしてですね、その後に、ペール社と結託してですね吸収してしまうというそういう腹ですよ。多分ついでにね、連合化の不祥事とかもですね押し付けようと考えてるんじゃないかというふうに思います。デリング自身がですねその会議を要請したんだけど突き放されてしまいましたから。ただこの手法自体はかつてデリングがオックスアース社にやったことと結構近いというか似てる要素もなんかもあってですね、はい、いろいろとどうしようもなくなってくる部分だと思いまして、このあたりのまあちょっと戦い、武力的な戦いがここの後あるのかちょっと、分かりませんが、ともあれですねレーザーが放たれたことによって舞台、場面が大きく変わっていくんじゃないかというふうには思われます。で、じゃあこれのための突破口は何かっていうとですね、いるんですよね。今回って全員がちゃんと役割を果たしたと思うんですけど、一人だけ今回のピースにハマってないやつがおるんですよね。それがシャディックかと思われます。はい、そうなんですね。シャディック自身は戦いに参加していませんが、議会連合の不祥事なんかは握ってる可能性がある、上層部の情報を持ってる可能性があるわけですよ。ですので次回ここでシャディックが活躍してるんじゃないかと思われます。この辺のね塩梅がね僕すごく好きで、そうシャディックは仲間じゃないから共に戦うことはしないわけですよ。
そう、だからあくまでもミオリネは取引を持ち、かけたのであって、はい、議会連合との上層部に対するパンチとしてね、機能してくれたら嬉しいですね。その他の注目点としましては、まずは5号じゃないですか。もうフェルシー並みに株が上がりまくって止まらなくなってるんですが、マルタンとかを守りつつもですね、しっかりと多分訓練とかも受けているからね、銃撃戦もしっかりこなす、人に向けて銃をね、撃つこともちゃんとできて、結構無重力の銃撃戦によるね、テクニカルな戦いもしててね、結構かっこよかった上に、最後にベルミリアさんに一声かけるところもあってですね、なかなかにね、ちょっと光っていましたね。で、個人的に一番好きやったのはこれケナンジさんに対する声かけの部分ですね。そう、今度は殺させないって言ってやっていくんですよ。で、ケナンジさんは嫌味な言い方言うなみたいなことを言うんですけど、これね、その嫌味になることは分かってるんだけど、ゴゴ自身の意思もあると思うんですよ。そう、ノレアはドミニコスに殺されてしまいましたから、今度は殺させないだと思うんですけど、今までこのゴゴっていうのは自分が死にたくないっていう、そういうスタンスだったわけですよ。それが今回の最後の最後で、守るため殺させないに変わったわけですね。自分の命が守りたいじゃなくて殺させないに変わってるわけで、だからこそベルメリアさんにね、人助けの方が向いてるんじゃないって、これね、自分自身にもちょっと言ってるのよ。そういうね、なんかこう、ゴゴ自身のその心情、彼自身がその内心を吐露とかはしないんだけどね、ちょっとずつ見えてきてですね、いや、だいぶ好きになっちゃってますね。ちなみに、マルタンなんかはね、いいですね。マルタンも良かったね。そう、基本的には何の役にも立ってないマルタン。ここが最高だったんですよ。いや、具体的にはっきりとした活躍をすることがマルタンに求められてるわけじゃなくて、一番危険な場所に領長としてね、立ち向かっていくっていうね、他は技術者として必要やからね、その場所にいるんだけど、マルタンに関しては責任者だからいるっていうところがね、最高に良かったです。だからマルタンのね、その功績を本当にチュチュを抑えてたぐらいですよ。でもそれがいいんですね。この場所に一人で行ったってね、銃がこう飛び交う中に一人というか、まあ代表として行ったっていうところがね、やっぱりそれはね、英雄のね、一人だというふうに思います。あと、まあちょっと注目しておきたい点としましては、何者かが止めましたよね、エリクトの動きを。そう、一時的になんかこうパーメット的なところというか、攻撃の手が止みまして、で、エリーが、なんで止めるのって言っていましたので、はい、これは何者かの力が働いていた可能性があると思います。まあ、止めたのの候補としましては、一番多いのはそのルブリス AI が、どこに行ったかがまだちょっと分かってないので、そう、最後には AI が、止めに入った、邪魔に入ったのかもしれません。最後ね、プロスペラのそのところにパーメットが流入していたっぽい、描写がありましたので、これまだプロスペラはどこかとつながってる可能性が、あるんじゃないかなと思ったりはしますね。エアリアル側は完全に沈黙していましたので、この辺含めてですね、次回、注意深く見ていきたいなというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。水星の魔女23話の感想、注目点を共有させていただきましたが、いかがだったでしょうか。次回がね、とうとう最終回っていう風になってますので、また皆さんと一緒に楽しめればと思います。このチャンネルでは僕が楽しんでる作品とかね、注目してる作品のですね、まあ好きな部分とかね、面白い部分なんかを共有してですね、より満足度を上げていったり、作品自体の価値を高めていったりしたいなということで、動画の投稿だとかライブ活動なんかを行ってますので、今後もね、何かの作品でご一緒いただければと思います。夏アニメについてもね、いろいろ発掘していけたらと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。ではでは、また機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。